時に動物は困難な状況に勇猛果敢に立ち向かい、人間を助けてくれることがあります。今日はそんな驚きの瞬間を最後までお楽しみください。犬は猫が嫌いだと考えられていますが、窮地に陥った猫を犬は見過ごしませんでした。背中に乗せ自ら救い出したのです。犬と猫は永遠の敵同士なのでしょうか。この映像では猫が怪我をした犬を助けています。後ろ足がうまく動かない犬を2匹の猫が両脇から支え、危険な道路を渡るのを手伝いました。このドーベルマンの反射神経は驚異的です。蛇を追い払うのに1秒しかかかりませんでした。ブルドッグは愛嬌があって可愛いと思われがちですが、侮ってはいけません。この小さな犬はなんと飼い主の家に侵入しようとする2頭のクマに立ち向かい、見事追い払いました。コヨーテが市街地に迷い込み、小型犬を連れて散歩していた女の子を襲います。女の子が逃げ惑う中、犬はコヨーテに立ち向かい飼い主を救いました。散歩中に発作を起こした飼い主の女性を助けるため、このクローバーという名の大きな猟犬は車を止めます。人は野良犬にはあまり近づかないものですが、時には救世主となることがあります。若い女性に泥棒が背後から近づきます。すると野良犬はすぐさま泥棒に襲いかかり、女性を救いました。体が不自由な人を助けるのは犬だけではありません。例えばこの馬は転んだ人が起き上がるのを助け、そして薪を集めることもできます。忠実なロットワイラーは飼い主が溺れていると判断し、すぐに救助に駆けつけました。仕事場に犬を連れて行ったことが幸いしました。強盗にとっては想定外だったはずです。飼い主が犬を抑えなければならないほどでした。マグナスという名のこの犬は体の不自由な飼い主に寄り添います。外出するときはマグナスが頼りです。飼い主は車椅子を思うように操作できません。そのためこの愛すべき忠犬が車椅子のエンジンのようなものです。誰かがマグナスを訓練したわけではありません。飼い主を思いやる心から自然と学んだのです。実は豚は泳ぐのが得意だって知ってましたか。ご覧ください。この動物園では足が引っかかって動けなくなった子ヤギを豚が助けます。叫び声を聞いた豚がすぐに駆けつけました。犬が人を助けるのはよくあることですが、時には犬が犬を助けます。2匹がカヌーに乗ったまま流されてしまい、もう1匹が助けに向かいます。カヌーに乗った犬がロープを渡せたことは驚くべきことです。このゴールデンレトリバーは床に落ちた金魚を助けます。慎重に魚を金魚鉢に運びます。犬はどうやって学んだのでしょうか。皆さんの推理をぜひコメントしてください。こちらの犬も魚を救おうとしています。この行動から人が学ぶべきことがあるかもしれません。猫も他の猫を助けます。4匹の大型犬が子猫を襲いますが、すぐに大人の猫が割って入り、代わりに相手になりました。車椅子の男性が浸水した道路を渡ろうとしていますが、助けを拒否します。実は彼の忠実な友人が車椅子を押していたのです。溺れている人を助けるために犬が水に飛び込みます。
この男性は犬に大きな借りができました。動物園のプールに子象が落ち、親の象はそれにすぐ気がつきます。2頭は水の中に入り、子象を支えながら陸に押し上げました。食べ物を求めてクマが庭に迷い込みます。しかし犬がそれに気づき、無事侵入者を追い払うことができました。ご覧ください、プールに落ちた子犬のもとにヒーローが駆けつけます。こんな犬がいれば子供も安心してプールを楽しめます。この犬は溺れている人をすぐに助けてくれるのです。猫は人を子猫のように扱い、助けようとすることがあります。なぜこの人は水の中に入ったんだ、すぐに助けなきゃ。猫のダフネはそう思ったのでしょう。飼い主を湯船から引きずり出そうとしています。冬眠から覚めたクマはとてもお腹が空いています。食べ物を求めて人家に近づくことがよくありますが、お腹を空かせたクマはとても危険です。それにもかかわらずこの犬は巨大なクマを追い払います。攻撃的なガチョウが人を襲い、犬がガチョウを追い払おうとしています。犬が本気を出せばもっと悪い結果になっていたでしょうが、犬は誰も怪我をさせることなく追い払うことに成功しました。川で溺れる人を犬が見つけます。その行動にご注目ください。その人はすでに水中に消えていましたが、犬は間一髪でたどり着きました。ご安心ください、この映像は犬のトレーニングの様子です。お母さんが上の子に赤ちゃんを預けますが、ゲームに夢中になってしまいます。そこに現れた犯人は誘拐を計画しているのですが、犬の反射神経に救われます。守ってくれるのは大型犬だと思っていませんか？考え直してください。この子たちが救世主です。障害だったでしょう。ご覧ください、この男性はライオンと一緒にくつろいでいますが、背後から迫りくる危険に気づいたのはトラでした。気づいただけでなく悲劇を防いだと言えます。この女性は店内でめまいを起こしましたが、犬はとっさに反応し飼い主をかばいます。この犬は道路を横断するのを助けています。そしてこれを見れば、私たちが考える以上に動物は賢いことがわかります。お気に入りのシーンをぜひコメントで教えてください。チャンネル登録もお忘れなく。面白い動画をたくさんお届けしますよ。